といえばエゴでしょう。はい、本日もやってまいりましたエゴキャラチャンネルです。本日の企画は予算500円ワンコインお弁当対決です。今回は、はなちゃんも含めて誰のお弁当が一番食べたいかお弁当対決だと思うんですけど、今回は予算500円っていうテーマを決めて、一番見た目がいいお弁当を誰が作れるかをやりたいと思います。対決の決め方がインスタグラムで名前は伏せて誰のお弁当が一番食べたいかっていう投票をフォロワーさんにしていただくので、じゃあ罰ゲームしましょう。はい、今回みんな作ってきた。はい、はい、前回はみんながね、はい、オールお惣菜逆にでもワンコインだったらお惣菜買った方が高くついちゃう。確かに、そう、そう、それを考えてそれができなかったのよ。すぐできないよ。前回王者見たから、ちょっと余裕ありますよね。余裕ありますよね。申し訳ないね。楽しみですね。それではどうぞ。まずは王者ミクです。私はちょうど500円ぐらいで済んだ気がします。いただきてきます。誰かしら被ってる気がするんですよね。昨日ずっと何か作ろうかなって考えてて、スプーンじゃん。スプーンで食べる気やね。オムライスだ。バレた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 。オムライスが一番いいかな。オムライス、ちょっとオムライスっていう考えがなかった。美味しそう。めっちゃ美味しそう。すごい。でもオムライスが一番あんまお米もかかんないし、あとソーセージと、ソーセージがタコさんになってる。ですかわいい。色合い的にちょっと緑さバランをちょっと寄せてトマトにしました。ケチャップライスで中にソーセージを細かく切って、あとハムと玉ねぎとコンソメとか塩コショウとかして、本当にシンプルイズベストです。美味しそう食べたい。でも一番なんか量もがっつり食べれて安く済むかなっていうのが、私の中ではオムライスか、なんかチャーハン系とかそっちの炒め物系でした。王者ミクはオムライスでした。はい、2番手リナです。前回私最下位でしたっけ。でもさ、見た目から成長してるね。そうですよね。前回スーパーのヨレヨレのビニール袋に入れてきたけど、昨日買ったんですよ。成長してる。私はお家にあったやつも使ったので400円ぐらいですかね。おお、おいしそう。すごい、サンドイッチだ。リナこれすごいぞ。で、もう一個ちょっと食べ過ぎじゃない余っちゃったんで2つ作りました。さすがみんなの分もね、毎回みんなの分かなと思って。何でもリナはみんなの分、みんなの分も作ってくださった。多いでしょ。やった今回は食べてもらえるかなっていう。やった、食べよう。食べたい、食べたい。で、デザートです。おお。高かったんじゃない。あ、150円が 30% オフだったので。おお、買い物上手です。え、それ具材を作ったの。あ、作りました、卵と。え、卵茹でれたの。あ、茹で卵作りました。すごい。え、もう一個の具材はツナとレタスです。え、ツナもちゃんと味付けしたの。あ、そうです。すごい。だって匂いもいいし、美味しそう。パイナップルとピンクグレープフルーツです。かわいいです。はい、はい、やばいやばい。3番目はジュンナです。今回は300円ちょっととかだと思います。家にある野菜があったのでそれを使ったりとか、あとたまたま作り置きしてたものがあったのでそれ詰めたりとかしてます。家庭的です。ただシンプルに今日自分が食べたい食べ物を作りました。生姜焼き弁当。違います。朝走ったからぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃ。朝ガンダッシュしてきたの、はい、だから汚いですけど。えガパオライ。すごい。ワゴンランチで売ってそうな見た目してるね。美味しそう。このかぼちゃは甘煮。これはママからもらったかぼちゃを作り置きで入れました。ナスとピーマンとひき肉と目玉焼き。超美味しそう。はい、こんな感じです。すごい。はい、はい、ラストランチです。
ちょっと気まずい状況になってしまったので、すごい出しづらいです。なんで気まずいの？ちょっと出しますね。パン、かぶりました。あー、サンドイッチだ。しかも入れ物も似てる。そうなんです。皆さんとちょっとかぶってしまったので、気まずいなと思ったんですよね。そして私もフルーツ入れようとしたんですけど、このちっちゃいパックがなくて持ってこなかったんですよ。本当まんまかぶってたかもしれないんだ。あ、そうですそうです。でも言っていいですか、中身は絶対勝ってる自信はあります。それは味が、いや中身クオリティ。あ、そうですそうです。確かに。ほんとだ、ちゃんとサンドイッチだ。美味しそう。ミラノがちゃんとサンドイッチじゃないみたいじゃん。ミラノもちゃんとサンドイッチなんだよ。2種類作ってツナとレタスとハム、こっちが卵とレタスとハム。これで400円いかないぐらいです。ちょっとみんなの分は作ってないんですけど、中身のクオリティで勝負します。私は卵です。はい、はい、みんなのお弁当の紹介が終わりました。綺麗にご飯物と、確かにそうですよね、確かに分かれましたね。みなさんがちゃんと作ってきます、はい。今回は作りました。朝からお腹空いてると思うので、はい、せーの、いただきます。ナス食べたい。どうぞ。ガパオ食べたい。ガパオ食べたいってどれですか？ご飯。ご飯よかったら1個いますか？フライ卵欲しい。すごいパンふわふわ。朝やったんですもん。え、すごい。発表していきたいと思います。最下位の方には罰ゲームがあります。1位の人が総罰ゲームを決めてください。はい、3位から、はい、3位になれればいい。3位、じゃん、105票ジュンナです。まあ絶対上位だと思ってた、うん、まあでもいいんじゃないですか。まあ、いいよね。2位、132票リナ。やばい、やばいです。え、またもう来ちゃった。いいじゃないですか、はい、また王者来ちゃった。今回はカモシだし、今回は名前も顔も伏せてお弁当の写真だけで投票してるから、1位、ミク。あかんと何個罰ゲームがある最下位の4位は50票ランジです。大丈夫だ。いやいや、落ち込んでない、落ち込んでない。なんで4位より落ち込んでんだよ。落ち込んでないです。ただ王道が結局一番いいんだろうなと思います。1位と4位の差200票あるから、ね、やばいですね。みんな私でした。私でした。じゃあ、前回に引き続き今回も王者のミク、最下位のランジュに罰ゲームをお願いします。すごい、爆弾寸分ゲームを本気でやってほしい。教えてもらっていいですか？押したら違うんだったら本気でやって。ランジュの罰ゲームまで3、2、1、レッツ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。せーの、エゴイスト。バイバーイ。はい、超やれば最初のエスポンツンファントン、エスポンツンファンキュン、エスポンツンエクガンツン、エスポンツンキャンツン、ポンツンキンツン、ポンツンサンツンフォン。罰ゲームミクさんでした。言って、セイツ。これ終わりだ。